シルカ急げ、シールドバリアを張るんだ。バリアコントロールエリア破損、シールドバリアは使用不可能。左舷電気室被弾、非常回路に切り替える。テレマーク聞こえるか、急いで戻るんだ。後ろ後ろ、あれならオデッセイ号も難なく入れそうだ。パパ、パパ。うん、テレマーク先導してくれ。とにかく今は避難するしかない。フォトンエネルギー最大、突っ込むぞ。消防ロボットに任せておくんだ。自爆していく。わからない。とにかくオデッセイ号に戻るんだ。私たちの船は強力なエネルギーの影響下に入りました。パパ、全ての破損箇所が復元されました。なんだって宇宙をさまよう旅人たちよ、安心するがいい。だ、誰だ一体。私はブラックマジシャンだ。パパ、心配するな。たとえオリンポスの神々といえども、この星には手を出せん。私たちを助けてくれたんだわ。ここでは私の魔術がお前たちを守る。さあ、私の宮殿にご案内しよう。おお、しっかり手をつなぐんだ。ご主人様がお会いになります。
ブラックマジシャンか。ようこそユリシーズ。どうして私の名を？だいぶ神々を手こずらせておるそうだな。私も一度会いたかった。僕たちをどうする気だ？元気がいいな、坊や。坊やだって？坊やたちに面白いものを見せてあげような。トルクタレルムマグレム、トルクタレルムマグレム、トルクタレルムマグレム、トルクタレルムマグレム。おパパ飛べ。おあ、素敵。私は宇宙で最も偉大なマジシャンだ。神の魔力も私の敵ではない。神に勝てるのか？私の力に限界はない。マジシャン、ぜひ頼みたいことがある。言ってみろ。私の船には私の部下たちが凍結されている。神々の意志がそうしたのだ。マジシャン、あなたの力が偉大なら彼らを生き返らせてほしいのだ。ユリシーズ、その頼みを聞く代わりに何をくれる？代わり？私は犠牲を払わぬ頼みには聞く耳を持たん。私にはこの頼みに匹敵するほど貴重なものは持っていない。そうか。それならお前が持っているものの中から私が選ぼう。安心するがいい。お前の持っていないものまでは要求しない。宇宙に潜む全ての魔力よ、私に宿れ。神々の呪いを破るのだ。オデッセイ号だ。トルクタレルグマムレムグ、トルクタレルグマムレムグ、トルクタレルグマムレムグ、トルクタレルグマムレムグ。奇跡が起きたんだ。ブラックマジシャンのおかげなのよ。もうみんなも兄さんも自由よ。神の呪いが解かれたんだ。ああ、一体何から話していいか。いやー、よかったよかった。これで少しは僕も楽ができるってもんだね。なあなあ。マジシャン、何と礼を言ったらいいか心から感謝する。礼の言葉などいらん。さあ、我々の出会いを祝して乾杯。乾杯。乾杯。キャプテン、頑張りましょう。みんなの力を合わせればオリンポス宇宙からの脱出も不可能じゃありません。オデッセイ号も賑やかになるぞ。ユミ、ゾトラの人々も私たちを首を長くして待っているぞ。あ、君は、君。兄さん、ゾトラの人よ。ちょっと待って。どうぞお席の方に。今の人、ゾトラ人でしょ。
お席の方へ。マジシャン、どういうことだ。私の奴隷に関心を持つ必要はない。奴隷？食事が終わってからと思っていたが、そろそろゲームの説明をしなければならんようだな。ゲーム？ユリシーズ、お前の頼みを聞いたとき、私はその代償を求めた。お前はお前の持っているものなら何を選んでもいいと言った。そうだったな。では要求しよう。私はお前たちの中で最も優秀なもの3人が欲しい。それはどういうことだ。私はこの宇宙で最も優秀なハンターだ。私は今までにありとあらゆる動物の狩りをしてきた。だがどんなに獰猛な動物も危険な狩りも私には退屈なだけだった。ただ一つ私を酔わせるものは人間狩りだ。狩りの獲物として私たちの中から3名を差し出せというのか。そうだ。では狩りのルールを説明しておこうか。最後まで私の弓から逃れることができた者はここから出発することができる。だが私に倒された者は永遠に奴隷となる。ユリシーズ、お前なら最後まで逃げ切ることができるかもしれん。嫌ならコンパニオンたちにはまた眠ってもらう。ユリシーズ、分かった、受けよう。ユリシーズ、私も獲物の一人になろう。ダメよ兄さん。ユマヨス。あと一人だ。僕が出る。バカなことを言うんじゃない。パパ大丈夫だよ、僕たちはきっと勝つ。こんな奴に負けるもんか。元気のいい坊やだな。よし、これで三人だ。マジシャン、この子は子供だ。私とユマヨス二人で十分じゃないか。いや、面白い取り合わせだ。決めたぞ。これは楽しみだな。マジシャン、逃げる場所の選択はお前に任せる。この機会ならどんな世界の想像も可能だ。君の知らない世界をプログラミングできるといいな。マジシャン、一つ約束してもらいたいことがある。なんだ。もし我々が君に倒されたとしても、このコンパニオンたちの自由は必ず守ってくれるだろうな。ユリシーズ。キャプテン。約束しよう。さあ行け、逃げる時間を与えよう。思い切り遠ざかるがいい。兄さん。ネストール、あとは頼んだぞ。ユリシーズ。この者たちを監禁しろ。これじゃ約束が違う。約束は守る。だがゲームが終わってからだ。これは地球だ。パパは地球の景色をあの機械に。思わずプログラミングしてしまった。皮肉なものだな。リスやウサギを追いかけた森で我々が追われることになろうとは。ユリシーズ、マジシャンが追跡を始める頃です。急ぎましょう。少しでも遠くへ。うん。
ユミの言う通りだ。キャプテンを犠牲にして地球に帰ることはできない。そうだわ、私たちの自由は私たちの手で勝ち取らなくちゃいけないのよ。うん、キャプテンを助けよう。ちょっとちょっと、その前にどうやってここを脱出するつもりなの？え、だからノノの力を借りたいんじゃないか。あ、もう嫌だって言ってるのに、これをやったら僕のエネルギーは空っぽになっちゃうってば。お願いよノノ。人間のお友達でいるっていうのはなんて大変なんだろうな。ノノ、3人の命が危ないっていうことを忘れないで。どうぞ。うまくいってくれ。よし、行くぞ。おう、マジシャンだ。追い詰めろ。パパ。さあ、いよいよ吊り橋にかかったぞ。成功だ。あと一匹だ。バイオニック剣さえ片付けばなんとかなる。ユリシーズメ、面白くなってきたぞ。さすがにユリシーズ、お前は丸賢さに満ちた獲物だ。しかし狩りは終わっていない。パパ。動くなマジシャン。ネストール、ユミ。兄さん。私としたことがこんなハプニングを予測できなかったとは。撃つな。その方が利口だ。私を殺せばお前たちの魔術は解けて全てが元に戻るからな。早く立ち去るがよい。
お前の部下たちの愚かな勇気に免じて、みんなの自由は私が守ろう。マジシャン！あ、あいつだ！ということだ。やっとみんな自由になれたっていうのに。ユミはまだあの部屋か。私たちは未知の宇宙空間をさまよっている。